1953年5月18日、衆議院副議長に就任。原表11月24日から1975年12月17日は、日本の政治家、政治学者、衆議院副議長。本名は表之助。岡山県小田郡金峰村に生まれる。岡山市中、第一高等学校を経て、1921年。 東京帝国大学法学部政治学科を卒業。その後は、文部省職宅、鉄道省鉄道講習所講師、明治大学講師を経て、1928年、法政大学教授に就任。政治学、政治史を講じていた。学生時代より、社会主義に共鳴し、1924年、安倍伊相らと、社会主義研究団体、日本フェビアン協会を結成する。 以後安倍につき従い、1932年安倍を委員長とする社会大衆党が結成されると、原も入党し中央執行委員になる。戦後は1945年の日本社会党、結成に参加し、決闘宣言を起草した。翌1946年、第22回衆議院議員総選挙に、旧東京都第一区より立候補し当選。以後当選8回。 人脈的には右派の系府に属していたが、戦後連立政権の運営をめぐって、片山明、西尾末広等とそりが合わなくなり、1951年の社会党分裂では左派社会党に所属した。以後五県運動、日中国交回復運動に尽力。また1953年から1954年に社会党議員としては初めて衆議院副議長を務めた。 1960年代に入り、佐々木構造派と枝三郎派の構造が泥沼化する状況を憂い、有志議員と巨頭体制確立規制同盟を結成、党内融和に努めた。このことで、党内主流である佐々木派幹部の不況を買い、1967年の第31回衆議院議員総選挙では、旧東京パックから立候補したものの、 公認の遅れや二人目の候補要率の影響で、落選、政界引退を容疑なくされる。1975年12月17日、急性肺炎のため逝去。去年81。およそ政治家らしくない、禁言実直な学級肌であったが、学生時代からの歌舞伎、講談、落語の愛好者という一面があり、八代目、林家正造らとの交流があった。 ありがとうございます。